はい、皆さんこんにちは。ゆかふぇのゆかです。今日は2017年私のベストコスメをご紹介していきたいと思います。まあ、年末の恒例の動画なんですけども、まあ今年はね、結構すっごいいろんな素敵なコスメに出会ったなと思ったんですよね。で、選ぶのが結構大変でしたそれぐらい優秀なコスメが増えたなって年々思います。では早速見ていきましょう。レッツゴー。1つ目は2つなんだけど、このベースメイクアップベースと RMK のリキッドファンデーション、こちらですね、うん、私のメイクアップ動画をご覧になられた方はお気づきかと思いますが、この RMK のファンデーションとメイクアップベースはかなりの頻度で出てきていると思います。それぐらい私がすっごく気に入ってるファンデーションになります。で、質感がね、すごくこう水みたいっていうか、肌なじみがいいのに、ファンデーションはファンデーションなんですけど、素肌感が出るファンデーションっていう感じがして、すごく気に入ってる商品になります。なのでかなりヘビロテしてるってこともあって、ベストコスメに選ばさせていただきました。ベース系で言うと2つ目はじゃん、これはクリスマスコフレで買ったんですけど、ヘラのクッションファンデになります。これ結構私は愛用していて、なんか質感がね、とってもしっとりしてるんですけども、これ1個でもカバーが全然できちゃうぐらいカバー力もあるタイプになっていて、でしかもすごいお気に入りのポイントが、この内側にハイライターとチークエンドリップも入ってるので、今年すごく新婚旅行もありましたし、日本に行ったりとかいろいろ移動することが多かったので、こういうクッションファンデっていうのは私にとってすごく使い入れのあった商品になりました。2017年のベストコスメに入れさせていただきました。はい、では3つ目はチーク系いきます。この 3CE のローズベージュ、フェイスブラッシュのローズベージュのお色なんですけども、この色味ね、なかなか探してても見つからなくって、ベージュピンクでちょっとくすんでるみたいな色味が欲しくって、ピンク系とかあとオレンジのは持ってたので、まさに探してた色に出会った感動があったのと、あとやっぱり買ってからめちゃめちゃ使っています。今もちょっと上乗せして使ったんですけど、自然なメイクする時にも、あとちょっとこうしっかりしたメイクする時にも、どっちにも使える優秀なチークだなと思いました。それでは4つ目はチーク系で言うと、じゃん、このルナソルのクリスマスコフレの中に入っていたクリーミーチークス&リップスレッドローズのお色味なんですけども、こちらも移動がやっぱりさっき多いって言ったじゃないですか。で、旅行の際には必ず持っていくアイテムになってます。では5つ目はアイシャドウに入りたいと思います。 PCE のハッアイシャドウベイビーラテのお色味です。キラキラしたものね。これはね、クリーミータイプなので、こうちょっと濡れ感を出したい時とか、なんかイベントがあった時とか、まあ年末年始いろいろ人と会ったりとか会社の集まりだったりとかっていうのがたくさんあると思うんですけども、そういう時にちょっと雰囲気を変えてメイクしたいなっていう時にぴったりなアイテムだなと思いました。これも結構ヘビロテして使ってるのでベストコスメ入りしました。6個目はアイシャドウなんですけども、これも多分皆さん私のメイク動画見てたらおなじみだなと思うと思うんですけど、ビアの7番のモテ魅力っていうお色です。これもなんかさっきのちょっとチークと似てるお色味なんですけど、私が大好きなそのピンクベージュのお色味です。で、これはベースにね使ってもいいし、これ1本でちょっと自然なメイクしてもいいし、上にも下にも塗れるし、すごい優秀なんですよ。で、質感もね、ここまでこうベタっとつくわけでもなく、落ちやすいわけでもないので、めちゃめちゃお気に入りです。では7個目はアイミミのアイマイシャドウパレット LE001 の色です。で、この色はね、正直あんまり使わないの。でもこの3つはね、ヘビロテですよなので本当にね、色味がめちゃめちゃ綺麗で、もうこれ持ってくだけで結構アイメイクは心配いらないなみたいな、ちょっと安心するアイシャドウっていう感じで使ってます。8個目はリップに入ります。これもね、結構ニューなアイテムなんですけど、セフォラで買ったバーバリーのリップになります。これもね、今使ってるんですけど、まあ、使いやすいし色味も綺麗だし、私の肌にすごく合ってるなっていうお色味なので、たくさん使ってます。ベストコスメ入りしました。はい、ではラストはこのネイチャーリパブリックのバイフラワートリプルムースティントの9番、主要ローズムースと10番のドルチェローズムース。やっぱり私ローズ系が好きなんだなと思いました。
どっちもローズムースなんですけど、これを2つをグラデーションするととっても綺麗です。今度このリップたちはレビュー動画がアップされるのでお楽しみにしていてください。はい、それではこんな感じの私の今年のベスト私の今年のベストコスメでした、はい、楽しんでいただけましたか皆さんのちょっとでも参考になったら嬉しいです。では今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。バイバーイ、あんにゃーん。